陸上オスプレイ、岩国基地に到着。本日までに在日米軍が陸上自衛隊向けのオスプレイが岩国基地に到着したと発表しました。このオスプレイ、既存のヘリコプターと比べ、飛行速度が速く、航続距離も長く、さらに搭載量も多いため、有事における 作戦の幅が広がが広るといいうメリットがございますこちら自衛隊への配備が本格的に進むことになりますのでまたおかしな存在が大騒ぎをするものと思われますが日本政府には今後もこういった日本に必要な自衛隊に必要な装備を導入し続けていただき 日本の抑止力を確保し、まずは戦争を未然に防ぐ努力を行い、それでも戦争が発生してしまった場合は、このような最新装備を活かし、敵を効果的に排除していただくようにお願いいたします。以上になります。ご清聴いただき、 ありがとうございました。